はい、甲子園で巨人戦、3戦目です。1勝1分けで、迎えた第3戦目、今日はタイガースが今日もですね、2対1で巨人を下しました。西勇輝、菅野智之の投手戦でした。まあ、毎日投手戦です。阪神は打てないから結局投手戦で勝つしかないんで、まあ、これはまたしょうがないかなと思ってます。でも今日勝ってよかったよ。勝ち方がな、もうなんていうの、厳しい勝ち方ばっかりや。要は2点以内に抑えへんなら阪神勝てへんねん、勝たれへんねん。2点取られたら同点ぐらいしかできへん、3点よう取らんから、ここ最近の試合見ててみ、1点0点2点ぐらいや。なんで打てへんからや、バッターがよう打たんからや。今日でもさ、10安打打ってもたった2点やろ、もっと点取りいいなっていうことやん。やっと2桁安打言うたって。だから2桁安打岡田監督が喜んでんねんけどね、得点が全然取れてないやな、ね。で今日はね、なんといってもね、まあ、今日の勝因で言うと西勇輝の好投よ。西勇輝がすごいいい球投げてた。何が良かったんかって、まあ、全体に良かったんやけど、特にストレートが良かった。ストレートが最速146キロ、そして最終回8回まで投げたわけやけど、8回でも145キロ出したからね、お、いつもよりスピードがある。いい球投げてる。と思ったから、あ、今日は抑えられる。この調子やったら西勇輝絶対2桁勝てるよ。このぐらいで投げてたら。そう思ったね。で、あと、まあ、得意のシュート、スライダー、で、チェンジアップも良かった。まあ、たまにカーブちょっとだけ投げたけどね。でも大体ストレート、シュート、スライダー、チェンジアップ。これで大体もう抑えてたから。コントロール良かったし。なんか、9回まで投げへんかったよな。もう代打送ったも前側はな。打たな負けてんねんから。1点負けてたから。まあでも、打てへんだって言うけどね、菅野も良かったんや。菅野も151キロ今日出てたからさ。150キロ級の球をバンバン投げてたから。で、回を追うごとに尻上がりにだんだんようなっていったし、コントロールも良かったし。まあ変化球で言うたらカットボール、スライダー、カーブ、フォークと。いい球持ってるからな。なかなかそうは打たれへんよ。うん、打てへんだって言うてるけど、それでも10アンダー打ったんや、大したもんやで。まあ、菅野だけじゃないけどね、打ったんは。でもやっぱり、4番、5番が打たんとさ、菅野からは6アンダーやな。あとのピッチャーで4アンダー。まあ、そんな両投手だったら、とにかく西が今日は素晴らしかったということを言いたいね。その西に勝ちがつかなかったというのが、これがみんな打撃陣なんとかしたらいいな。勝ちつけたらいいな。また0勝やで。この間勝って8回投げて無失点0点で勝ちつけへんねんで。なんとかしたらいいなって思いました。今日はね、もう7回まではどっちか言ったら巨人のペースやったと。8回からが阪神のペースになってくるということなんですけども、そのきっかけを作ったのは西勇輝の代打でできた前川。これがヒット打ったんやね。レフト前にヒット。菅野からね、149キロ。これから流れが変わりました。で、ここで、前側に変わって、上田海をまた代走で出して、というところで、次、近本。ここでランエンドヒットかけたんや。ランエンドヒットかけてランナー走ってんねんけども、近本が、まあ、外角の球やったから、レフト前にヒット打ったんやね。レフト前にヒット打ったら、レフトが取ってるわけやから、前進して取ってるんやから、セカンドを回って三塁までは行かれへんねん。ほんまやったら、センター前とかライト前とかやったら、そのまま三塁まで行けるんやけど。だから、せっかくランエンドヒットが来たけども、打った方向が、そっちのレフトだったんで、一塁二塁と。一塁三塁はできませんでしたと。でも一塁二塁だと。で、三塁アウトになったけど、あれ、で、三塁アウトになったいうのは、次の中野が送りバントして、三塁でアウトになった。三塁二塁ランナーの上田海が三塁でアウトになった。あれセーフとちゃう？あれ見てた時思っててんけど、あれセーフに思わへん。今更やけどさ。あ、そう、上田海やな、そうやな。あ、そうやな。あのシーンはね、でもね、上田海がセーフというふうに阪神ベンチに岡田監督に訴えてたらな。岡田監督もリプレイを言うたんやけど、すんなりあいつ引き下がってきたやろ。ちょっと惜しいよね、あれね、ちょっと微妙やで。あれは勝負してもよかったよね、うん、アメリカの場合やったらリプレイって言わんとチャレンジって言うね、うん、チャレンジしてもよかったなと思ったね。うん、まあほんで、まあ、結局三塁アウトになってしまって、一つアウトが増えただけで一塁二塁ないよ。でそこで森下に回ってきて、森下が今まで打ってなかったんかな、打ってなかったけどもここでヒット打つんよ、レフト前にね。これ難しい球打ったんや、初球アウトコースのスライダー、低めのスライダーでボールやと思うねんけどもうまく打ってね、ぐっと拾っていい当たりでレフトに持っていった三遊間を破るヒットライナーで、でこれで二塁ランナーがホームインした、近本やな、二塁ランナー近本がホームインしたということで、でワンアウト一塁二塁となって菅野が交代になって出てきたのが去年の秋ドラフトで1位で取った西舘が出てきたと。その西舘に大山はやられたと。ライトフライ。しかも甘い真ん中のカットボールで。そんな球ホームランぐらいにしたらなあかんのにさ、ライトフライと。ライトフライやけどランナー動けへん程度のライトフライしか打てへんだと。だからワンアウト一塁二塁がツーアウト一塁二塁になっただけで進塁もできないと。で、里輝はまあ西舘がちょっと怖がったん、警戒したんやろな。フォアボールになった。で、ツーアウトだから満塁となってノイジーやと。でも西舘のストレート150キロ出るから、真ん中高めの150キロでノイジーは打ち損じました。そこさ、原口か誰かがあかんかったんかな。ノイジーは帰らへんわ。助っ人ノイジーやのに。助っ人の助っ人やんか。ほんまやったらここはね、右ピッチャーの新人の右ピッチャーやんか。糸原よ。あ、糸原よ。糸原使いたいけどノイジーやねんから、ノイジーを変えて糸原いうのはちょっと厳しいわな。勝負かけてもよかったんやね、ここ。だって満塁なんてない。満塁やで、ツーアウト満塁やで。もうほんならここで試合決まってたはずやけど。そうやろ、うん、延長なかったと思うよ今日は、うん、でもノイジーやから変えにくいわ、うん、ノイジーよりももっと、まあヒット打つのは糸原の方が上やで。上やけどもやっぱりノイジーやもんな。ノイジーはやっぱりそれを助っ人として雇ってるわけやからさ。助っ人になってないやんか、あんまり。そやな。ここでも、うん、まあ勝負のかけどころはかけどころやねんけどね。例えば、もっといい外人がもう一人ぐらいおったら、そこで外人に変えるのはまだやりやすいかもわからへん。代々糸原が行ってほしかったけどね。うん、どっちか言ったら。行ってほしかったけど。で、同点になったと。で、9回は、桐敷がいいピッチングした。桐敷はもうずっとこのところ安定していいピッチングしてるわ。で、10回、ピッチャーは島本に変えたんやけど、島本は丸対策で出したんやけど、丸にヒットを打たれたからいうことでもすぐ交代。で、ノーアウト一塁というところで、梶谷が出てきました、10回。表ね。梶谷良かったよ。梶谷もストレートがだいぶ戻ってきた。もともと梶谷ってストレート速いピッチャーやから、だいぶ戻ってきた。で、フォークボールも今日良かった。それでもって、3人アウトに綺麗に取りました。で、そのまま、そういう桐敷とか、この梶谷とかの、このピッチャー陣の踏ん張り、まあ、もしも西から来てるんやけど、全部0-0-0できているから。その踏ん張りがあって、阪神が同点になっているから、阪神の方に流れがぐーっとこう来てんねんな。で、ピッチャー陣が相手に点を与えたらもう流れがもう向こうへ行くんやけども、それを与えんとピシャッと抑えてきたから、流れを阪神がぐっと持ったままやねん。で、10回ぐらいの攻撃になったわけや。で、向こうはそれをなんとか抑えようと思って、ジャイアンツはもう大勢しかおれへんな思って大勢を出したの。大勢ってピシャッと蓋してやろうと思ったら、阪神がちょっと勢いがだんだんゴー出てきてて、中野がいきなりヒット打ったやんか。で、火ついてしもたんや。で、森下も続いてヒット打った。まあ、森下のヒットはラッキーヒットやけどな。うん、で、大山はフォアボールで満塁になったと。大山ちゃうやん。敬遠やで。だから大山がフォアボールや。敬遠で、申告敬遠のフォアボールで満塁になった。あ、そうやな。うん。いやいや、だから、一塁空いたからやね。そうな。二塁三塁、一塁二塁のランナーが、大山に一球投げたところで、一塁三塁か。一塁三塁やったんやけども、大山に1球投げたところで、1塁のランナー森下が2塁に行って、1塁が空いてしまったんや。大山の打席で。うん、だからここ空いてんねやったら、守りやすくしよう思ったら、埋めた方がダブルプレー取れるから。満塁言うたら、まあそれは分かんねんけどな、うん、でも大山アウトにしててもよかったんちゃう。でも打たれる可能性もあるやん。まあな、うん、満塁にした方がいい当たりでも内野ゴロとかやったらショートゴロとかサードゴロとかセカンドゴロやったらダブルプレー取れるからな、うん、ところが二塁三塁やったらダブルプレー取られへんからな。よくランナー埋めて守りやすくすんで、うん、でノーアウト満塁って割と点が入れへんから、うん、入るときは入んねんけど、そのノーアウト満塁の最初のバッター、ノーアウトの時点でのバッター、これが打たんことには点入れへんことが割とあんねん。だから安倍監督もちょっとしくじったな。いや、まあそれしょうがないと思うわ。里輝をずっと思わんかったんちゃう。まあ里輝やから抑えれるやろと思ったんちゃう、うん、まず里輝を三振に取る。ほんで、あとダブルプレー取ったら0点やね、うん。多分そういう筋書きはあったはずやで、安倍監督には。ところが、里輝は、もう、大勢もストレートばっかり投げてきたから、変化球1個も投げへんだから、もうこれまっすぐ来るわと。もうまっすぐに最後合わせなあかんなと言って、合わせ、行こう思ってんねんけど、なかなかタイミングが合えへんねんけど、最後だけピシャッとおたんや。な、美味しいとこ持っていくもんな、うん、里輝はな。これ変化球で落とされたりしてたら絶対空振りしてたよ。2や2ストライク2ボールや、うん、なだけどまっすぐで来てくれたからなんとかなったということやね。最高ですよな。だからまあええとこ持っていけて最高ですよな、うん、はい、でも今日の勝利インタビューはな、里輝だけやなくて西勇輝やで、2人やで。なんで2人出さへんやな、甲子園やのに。昨日だって伊藤将司と森下と2人出ていったんやんか。出てない言うたんかな、うん、西勇輝はまあ自分に勝利ついてへんだからかな、分からへんけど、うん、だからちょっとしたらお呼びがかからなかったんかも分からへんし、あるいはかかったとしても西は勝ちがついてないからいいですわ言うて遠慮したんかも分からへん。甲子園なんやからな、うん、まあもし出しただけでいくんやったら森下もついでに出してほしかったな。34人出してもええやんな。森下頑張ったもんな、うんうん、中野も頑張った。中野も今日は頑張ったで、うん、まあそんな、まあ、阪神にとっては結果的にはナイスゲームだったかなと思ってます、はい、また明日も頑張ってほしいなと思います。